はまります。おお、すごっ。はい、皆さんこんにちは、大川祐介です。今日はですね、杓子山ゲートウェイキャンプっていうところに来てます。はい、まあなんか本当にね、ここね、ドラマの撮影地としても使われていたりとか、あとは本当に撮影としてもなんか絶景が見れるっていうところで、すごくいい宿なんじゃないかなということで今日は予約しました。まあ本当にね、こういう家とかがすごく特徴的で、で富士山が見えるので、本当に太陽が沈んだ時、撮影としてもめちゃめちゃベストなポイントっていう風になってます。なのでね、このね、宿キャンプ場だけでいろんな体験ができるっぽいので、まあ今日はね、その体験の様子を皆さんにお届けできたらなという風に思います。よいしょ。コーヒーあるっていいっすね。だいぶしゃしゃりますね。だいぶしゃしゃりますね。ああ、でここのね、宿なんですけど、Wi-Fi がないんですよね。で、あとなんか軽食食べれるものももうないんですよ。なかったりとか、夜ご飯はね、今回セットでついてるんです、朝食とかね。ってことを考えると、ここはなんかね、デジタルデトックスをしに来るっていうなんか思いが強いですね、非常に。なんで、まあ今ね、携帯、まあ、毎日使って情報インプットしてると思うんですけれども、たまにはこういう環境で携帯をいじらずに Wi-Fi とかなしで楽しむっていうことが大事かな。本当にね、景色もすごくいいし、自然豊かな場所なので、かなりいいんじゃないかと思います。だからこういうところはね、なんかそのワーケーションとしても、まあ、すごくいいかなと思ったんですけど、 Wi-Fi ないってことはもう仕事できないんですよ。だから本当になんか心を落ち着かせて読書したりとか、そういうゆったりの仕方っていうのはすごく選択肢としてはいいんじゃないかなと思ってます。とにかく太陽ががっつり入りすぎて暑いです。いやー、乾杯しよう。はい、こんな感じでちょっとこの時間からもう行きたいと思います。この富士山の景色を眺めながら、綺麗です。はい、乾杯。乾杯。はい、いきます。あるやん。じゃあタイムラプス隊いきます。夕日のタイムラプス、夜まで撮ります。はい、ちょっとね、太陽ももう落ちてくるってことで、この太陽が落ちて、そして、夜ね、光がついてくるっていうタイムラプスを収めたいと思います。いってらっしゃい。ピッツァ。景色ナイス。乾杯したら飲めよ。風投げ。失礼いたします。じゃあちょっと貸し切り。露天風呂借りたんで入ります。おお、すごい。あー、めちゃめちゃ気持ちいい。最高っすね。おはようございます。綺麗だね。今日もちゃんと太陽もあって、少し雲があるけど太陽があって気持ちいい。真っ白。今日も富士山がめちゃめちゃいい感じです。素晴らしい。よし、じゃあ大丈夫かな。